こんにちは、ナナ。こんばんは。ちょっとさ、書いちゃったからさ、赤いんだけど。やっほー。雪の消しありがとう。星もありがとう。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。にゃん、赤いですよ。書いちゃったから。キュンキュンラブリー、みんな。雪の消しありがとう。ハートありがとう。こんにちは。わっ、プレゼントありがとう。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。プレゼントありがとう。雪の消しありがとう。あんた20は外れた？やばいってここ本当に。雪の消しありがとう。あんた20外れました？雪の消しありがとう。プレゼントありがとう。ちょっと本当にやばい。赤いです。雪の消しありがとう。あ、違う。プレゼントありがとう。雪の消しありがとう。今日すっぴんです。あ、今日初めて来た。朝じゃなくてね。雪の消しありがとう。プレゼントありがとう。プレゼントありがとう。え、大晦日か。外れますか、やっぱり。プレゼントありがとう。本当ありがとう。大晦日なかなか当たんないかな。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。こんばんは、ナナ。みんな、大晦日。あなりじゃ当たった？あなりじゃ当たったって外れました？外れました？見えんだね。ね、当たったのすごいね。キョンコイン、ありがとう。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。大晦日外れ？外れ？雪の消しありがとう。スピンクオリティ高い。リップだけ今塗っちゃった。こんにちは、ハナナ。こんにちは、ハナナ。みんなアンダー20当たった？黄色、緑。プレゼントありがとう。雪の消しありがとう。今日にありがとう。あの20外れたのでトレードにかけます。あ、そうしてください。頑張って。ナゲット30ピースなので。あ、そうなの。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。あの20外れた。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。雪の消しめちゃありがとうね。いっぱい雪の消しを。雪の消しありがとう。今日可愛いね。ありがとう。こんばんは。こんばんは、ちゃん。こんばんは。こんばんは、こんばんは。こんにちは、ナナ。今日も何か食べ物が、みかんしかないけどね。無理だと思っていたけど、おめでとう。4月28日かけてください。雪の消しありがとう。タコちゃんありがとう。大上さん来た？カキカキ、そう、カキカキしてますよ。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。こんばんは。ももみ来た？雪の消しありがとう。ハッピーセットね、もうなんか最近本当に売ってないからもうやめてますけど、あの金曜日に買います。星ありがとう。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。雪の結晶4位になっちゃったんですよね。まああれなんですけど、そうなの。キュンキュンラブリー、花のおかげかも。今日もおでん食べたの。美味しかった。本当に売ってなかったんでビッグマック花に会える。来年に待ち。そうだね。なんでも来年ね、会えるからね。スピーも可愛い。好き。ありがとう。花も好き。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。すっかり花ちゃんに惚れちゃった。うん、 X 見たもん。ありがとうね。キュンキュンラブリー。雪の消しありがとう。おでん大好き。そう、おでん大好きなの。そう、良いんだよ。だいぶすごいよね。ありがとうね、みんな。本当にこんばんは。雪の消しありがとう。今日もスガキ屋。スガキ屋先に食べてないな。雪の消しを欲しいの。
どう、雪の結晶、どちらかといえば欲しいけど、でも、雪の結晶ありがとう。あ、トップエルネオさん、もうすぐ発売ですよ。SK で2位だから。確かに SK で2位だね。ハートありがとう。こんにちは、ななん。てか、私、タワーのお礼したいんですけど、誰もいないですよね。お手紙欲しいって言った方。雪の結晶ありがとうございます。そうだね、制服の目初日が大事ですよ、皆さん。X 見ましたよ、雪の結晶ありがとう。だってめっちゃエゴサするからね。インキューラブリー、こんにちは、ななん。やっほやっほ、みんな元気してた？今日寒くない？本当に今日も可愛いね、ありがとう。配信でのトークのテンポがいいので、あ、本当？やった、こんにちは、ななん。制服の目初日かけてください。制服の目初日待ってるよ、ぜひやっててね。11月28日、楽しみにしててください。そんなあれですけど、雪の結晶ありがとうございます。キュンキュンラブリン、ノベルネオ久しぶりに買うしね、めっちゃいいですよね。雪の結晶ありがとう。僕のエクス見てます。雪の結晶ありがとう。雪の結晶ありがとう。可愛すぎる、ありがとうね。雪の結晶ありがとう。ハートありがとう。え、オマールエビユって読むの？雪の結晶ありがとう。ハートありがとう。プレゼントありがとう。ハゾーマありがとうございます。え、そういえばね、私コメントの文字をでっかくしたんです、ちょっとだけ。だから超見やすい。ハゾーマありがとうございます。寒くて今日から暖房使い出した。今日からなの？私だいぶ前から使っちゃってる。どこ住み？こんばんは。みんなの住んでるところは寒くなかったのかな、今まで。私は寒い。雪の結晶ありがとう。賢くなったね。え？どういうこと？どういうこと？どういうこと？あ、買う。コメントの文字の大きさ。あ、そうそうそう、変えれるの。老眼じゃない。でもなんかちっちゃいとさ、ちょっと遠くから読めないじゃない？だからみんなの名前も読みやすくなった。画面見すぎて目悪い。違いますよ、違います。キングラブリー、こんにちは、ナナ。そう、あ、X 見てます。岐阜は寒いよね、わかる。灯油は満タン、よかった、あったかく過ごせるね。寒い時の電気毛布は本当に電気毛布持ってない。雪の結晶ありがとう。岐阜の下の、あ、そうなんだ。岐阜の下ってどこ？愛知？こんばんは、キュンキュンラブリー。19歳の老眼、じゃあ老眼じゃないよ。岐阜県は木曜から金曜。嘘でしょ、マジ？スマホ飲みすぎて目を悪くしました、マジ？まあでもあるあるだよね、最近の。プレゼントありがとう。僕はほぼ岐阜に住んでるんで、1ヶ月前から電気代大変です。だよね、寒いもんね、激寒だよね、本当に。老眼は老眼なの？老眼大変じゃない？こんばんは。雪の結晶ありがとう。雪の結晶ありがとう。あ、本当に投げてくれるんだね。可愛いアイコン。なんかアイコン花燃えたらしくしたい。金曜日は岐阜雪降る。そうなの？やなんだけど。こんばんは。ココハちゃんが2人のね。そうなんですよ。そうなの、そうなの。ココハとヒーターの目いいな、あったかそう。雪ありがとう。雪の結晶プレゼントありがとう。遠くも見えないし近くも見えない。それはね、花のママもそう。雪フレンズ、ありがとう。雪の結晶ありがとう。こんばんは。今日も可愛いね。ありがとう。今日も可愛いです。ありがとうございます。雪の結晶ありがとう。大晦日楽しみ？え？大晦日当たったの？たーちゃんのオイラが遊びに来たよ。ありがとう。クリスマス雪降らないかな？え？ホワイトクリスマスってこと？マジで当たった、鼻押し。え？待ってください。みんな当たった？こんばんは。雪の結晶ありがとう。こんにちは、ナナ。みんな当たりましたか？なんだっけ、大晦日アンダー20公演、
はなちゃんの喋り方話題になってた。なになになに、はなそんな変な喋り方してますか。怖いんだけどこんばんは。外れた。大晦日外れる。え、当たった、当たった。実家に帰省…あ、外れました。ハゾーもやつ出ます。ホワイトクリスマスにならない。 DMM で見る。こういうのガチ恋じゃ当たらこんばんは、こんばんは。平気サータのショールームで見かけない。え、サラショールームやってるでしょ。え、仕事だもんでとか。あ、そういうこと。え、めっちゃね、ヤオって言うとね、そう言われる。ファンが応援するから。あ、なるほどね。確かにね、毎日花の聞いてたら馴染みすぎて違和感ない。え、そうやんね、そうよね。ごめん、当たらなすぎて高級。岐阜弁あるよ、岐阜弁あるよね。みんな仕事で行けた。あらあら、また来てね、別の機会に。2度目の方もありがとうございます。トップエルデオ買っていただけるんですか。ありがとう。そう、なんとか、いや違う、なんとかやからとか、なんとかやおうって言うと、そうやおうとか言うと、やおって言われる来月28日まで応募できんよ。あ、そうなの。岐阜弁レクチャーしていいよ。プレゼントありがとうね。やおの意味、え、だから普通に語尾にやおってつける。なんとかだよのことをなんとかやおって言うんです。なんかなんとかなんやとか使うんだって。やっぱりなんか来年から本格、ありがとう。そうなん、え、同期の前ではめっちゃ岐阜弁出てるよ。もうなんかなんだっけ、なんだろうね、なんて言うんだろう、そういうか。そう、なんか例えばね、まあ、今からみかんを食べようと思うんやけど、食べようと思うんやけど、このみかんはちょっと冷たいからまだ食べるのをやめとこうかなって思っとるんやけど、え、ちょっとヤオの使い方むずい。そう、ヤオってよく言うよね。ヤオとかさ、なんか例えば携帯の充電がないって言われたら、え、歯の充電器持っとるで、歯の充電器で充電してきゃとか。プレゼントありがとう。わかるでしょこれ。ヤオ出てこないね、それな。なんでやろ、なんて言えばね、ヤオ出てくるんやろ。なんやろね、え、なんやろねとかのヤはよく出るんだよね、やっぱり。名古屋弁っぽい。確かにちょっと似てるね。思っとる。あ、そうや、思っとるもそうやね。なんか花はキティちゃんの、キティちゃんが売り切れ取るのは、あ、売り切れ取るとかもそうやんね。雪の消しありがとういっぱい。そう、机つるって言います。語尾はダオ、ダオ、なんとかダオあかんて、あ、そう、あかんてっていう、なんやろ、うん、帰りたくなかったんやお、そうや、帰りたくなかったんやおとかも、そうかも。ミルチホンの言葉には岐阜弁以外にどの、いや、いっぱい岐阜弁っていっぱいあるよね。名古屋に近くかもしれない。こんばんは、雪の消しありがとう。なんとかしとる。そう、なんとかしとる。なんやろね。雪の消しありがとう。かわいい岐阜弁。え、かわいいかわかんないけど、雪の消しありがとう。でもなんかアホみたいなことをたわけがって言ったりするよね。ちょっとかわいくない、たわけがって。え、全然映んないよ広島弁。雪の消しありがとう。岐阜弁ね、博多弁かわいいよね。なんとかとよって。雪の結晶ありがとう、お疲れ様です。そうそうそう、いっぱいあるよね多分。たわけって言うよね、たわけがって。だるまありがとう、緑のだるまたわけ。岐阜弁かわいいって、絶対半分青いで、よくあれじゃん、汚く聞こえる。え、たわけ。雪の消しありがとう、雪の消しありがとう。あとはなんだろうね。でも自転車のこと花は言わんけど、蹴ったとか言うんじゃない。あ、あれありがとう、星、虹色の星。だらは言わん。
ありがとうだるま、ゆきゆきしありがとう、かわいい口元口ありがとうね。そう、ココハンが鳴ってくるの。首で穏やかに風、あ、ほんと、はなちゃんたわけ、おまわ、あなのかわいい激変は、あれあれあれたわけもかわいいですか、たわけって。でもたわけあんまり言わないですね。けったけった、いや、わかんない、なんか岐阜弁と名古屋弁って多分近いよね。ハズもありがとうございます、こんにちは、のハズもありがとうございますね。けったまし、確かにココハンはジャケンって言うよ。ココハの広島県、いや、ココハは、ココハはなんとかじゃけーっていう。田んぼを分けるのがなんたらかんたら、え、どういうことどういうこと、ヤリンって何、ヤリンって何、知らないんだけど、ヤリンって。ハズオマエントでいます、こんばんは。でもなんとかやから、ココハだよね、じゃけー、うん、三河弁、何が五輪五輪ん、花菜にトークでたわけ言われたい、言ってあげる、たわけキュンキュンのむり、ジャケジャケ、そうだから、やおって何って言われるから、うるさい、ジャケジャケって何ジャケじゃって言ってる言っとったげ。あ、でもパパとか使うかもな、それ。こんにちは、のな、言っとったげ。ヤリンは三河弁、ヤリンなんて言葉があるんだ。え、自動車学校車高じゃないの、普通に車高でしょ、違うの。え、逆に他の言い方ある、車高じゃないの。たわけは可愛い、ほんと今日も可愛いね、ありがとう、こんばんは、ありがとう、うふやるん、やりなさい、あ、そういう意味なの、自動車教、あ、教習所って言うんだ、車高じゃないんだ、車高は車高やな。タを分ける、愚かな声、あ、そういうこと、タ分け、間違えた、何ね、虹色の星ありがとう、虹色の星ありがとう、虹色の星ありがとう、放課後では、放課後じゃない、放課後は放課後じゃない、車高って言うね、教習所、あ、そうなんだ、クソそれは普通に同じく休み時間、放課、え、言うんじゃない、ん、ジャケ聞く、雪の消しありがとう、雪の消しありがとう、こんばんは、社学、初めて聞いた、社学って、社交、社交やな、花はめっちゃ友達に今日社交やから遊べんとか言われる、今日社交やから社交の出席やばくてって言ってる、放課、うん、放課はよく聞くやん、でも教習所なんや、そうなんや、今日結構ギフメンで撮るんやないは、雪焼けしありがとう、放課はこのち、え、それな、雪焼けしありがとう、焼き鮭、そう、焼き鮭だよ絶対、教習所って言うんだ、雪焼けしありがとう、放課後は放課後やん、放課後はあの学校終わった後のことを放課後やない、そうね、放課後は放課後やけど、だから授業と授業の間も放課って言うんやないの、雪の消しありがとう、バリバリで撮る、そうやんね、今日なんかさ、この岐阜弁の話が出ると結構出るんやん、キュンキュンラブリー、イエイイエイ、社交だよね、放課後練習、そうだね、雪の消しありがとう、あ、そうなんだ、大場美奈さん、雪の消しありがとう、雪の消しありがとう、私も実家が岐阜です、同じやん、今日も可愛いね、好きかもしれない、チュー友達と話すときもこんな感じだよ、友達と話すときはもっとひどいかもしれん、雪明けしありがとう、社交社交社交、放課は全国共通、放課は東海、あ、そうなんや、放課って言うよな、でも放課後の放課の意味を知らない、放、確かに、あ、課題から放たれるってことじゃない笑ってるプレゼントありがとう、雪の消しありがとう、なんかあれじゃない、やっぱさ、あの放課、うん、課題から放たれる、そうじゃん、休み時間じゃダメなの、あ、でも休み時間もいいんやないの、流されて寂しい、流してないです
花何レーンでゲフェンバリバリでお話ししましょう。ヤコモコモ、あ、そうなんだ。何何何、欲しいこれ全部。キュンキュンラブリー、こんばんは、雪抜けしありがとう。いやマジでな、雪抜けしありがとう。ギフ机釣るよ、釣ります。机、キュンキュンラブリー、雪抜けしありがとう、雪抜けしありがとう、雪抜けしありがとう。大平さん、横浜かけて返事が、あ、そうなんだ、こんばんは。岐阜は、ちょ、おとはちゃん、え、知ってますよ、知ってます、知ってます。その方、ハズモのやつも、ハズモの名古屋弁、名古屋弁とその岐阜弁の違いがわからんくって、全国的には FM 時間、あ、そういうことね。2時間目の方か、え、それな、結構長いよね。なんか外に遊びに行きなさいとか言われた気がする。キュンキュンラブリー、初応募ありがとうございます。こんにちはなの。机を釣って食べないですよ。机を釣って掃除するんです。スキーファンにならなかったら知らない言葉ばかり？岐阜といえば、昔に岐阜のスーパーでバイトした時に CG、 え、わかんないです。だもんで、え、なんとかだもんで言う気がする。なんとかやもんでも言う気がする。机釣るは東海っけ。そうなんだ。体調が悪いことは、うん、偉いって言うね。なんか今日偉いんやけどっていうね。放課の語源、合ってた、合ってた、よっしゃ今日会いにありがとう、こんばんは。キュンキュンラブリー、放課後って放課の後だから授業やんって思う。確かに。キュンキュンラブリー、あ、なんだこれ、サンタさんのトナカイのやつ、ありがとう。面白い、確かに。そう、偉いってしんどいって言うね。なんか今日偉いでちょっと学校休もうかなとか言う。え、わかる？ CDC、イランスーパーが噛みつく。あ、そうなんだ。見たことないな。ちょっと男子、机釣ってよね。あの、机釣るのマジで嫌いだった。すねに当たるんだもん。机のさ、この、ゴミ投げる。それって普通じゃないの？ゴミ投げる。鍵を買うも岐阜弁。あ、そうだね。鍵買っといてとか言うよね。雪の消しありがとう。お店が外れた。あらまー。また会おうね。えらいと、そう、使い分けできるよね。こんばんは。そうね、すねに当たるよね、机釣ると。学校の机釣ったらさ、そうなんだよね。アナナに言われたい、あ、いくらでも釣る。アナちゃんに、ちょっと男子、ちょっと男子、私言うタイプじゃなかった。え、ゴミほかるって普通じゃないの？ゴミほかってっていうのは普通じゃないんか。これも方言なの？なるほど、そうそうそう、わかんない。二度目の方もありがとうございます。こんばんは。体調悪い、えらいわ。え、わかる、私も使いまくる。技法つる、あ、机をつる、つる、え、わかんない、多分つるし上げるのつるだと思う。技法おもろいよ、そうよ、そう、ほかるって言うよ。ほかすも言うんじゃない？だで、やで、あー、確かに確かに、ほかす。やっほー、仕事の忘年からお疲れ様です。楽しかった忘年会。よく、あ、わかる、机を持たせていたよね。ほかるは方言なんだ。そうなんだ。こんばんは。ほかる以外知らん。そういうこと。うん、ほかるっていう、ね、関西ほかす。あ、そうなんだ。で、学校の掃除ってどの時間帯？帰る前だったかな、確か。ゴミほかる、めっちゃほ、あ、そうなんだ。山口ですが、怖いは疲れてる。そうなんだ。あ、虹色の橋ありがとう。普通に使うね、カタスもわかるよ。ちょっと関西、確かに確かに。ほかすは関西弁なの。そうなんだ。ほかる、ね。忘年会じゃないか。忘年会じゃないかった。え、忘年会って書いてなかった？ちょっと待ってください。忘年会って書いてあった。忘年会？何？怖いは硬い。そうなんだ。え、トキントキン、え、トキントキンって尖ってることだよね。こんばんは。ちょっと裏に行って。え、それは普通じゃないの？関東はアステルだ、そうだね。やっとかめ、やっとかめ、何何、準備すること、回しをする、え、言わないんだけど。蹴ったわかるよ。大晦日当選してたら地元の用事とかで行けなかった、何かも。あ、そうなんだ。掘るということもある。プレゼントありがとう。札幌の親戚とかゴミ投げる。あ、そうなの。忘年会、忘年会、あ、楽しくはないんだ。特勤特勤、うん、言うよね、特勤特勤。ホルモンやから、ホルモン、あ、それは知ってる。忘年会って楽しいものじゃないの？投げといてだし。あ、そうなんだ。キュンキュンラブリー、雪の消しありがとう。ホルモン、ホルモン、そう
それホルモンといえばココハンと一緒にホルモン食べに行こうっていう話をしてた。昼は外れました。あれまあ片付けること直す、え、言う気がする。マットレー、マットレーってよく言うんじゃないですか。忘年会は何、忘年会楽しくない、忘年会ってどういう、こんばんは。あーそれも言うね、よく暑い時をね、こんばんは、やっとカメ言わないです。それココアちゃんホルモン好きですよ、ホルモン好き。こんばんは、忘年会先月終わった、ゆきゆきしありがとうございます。けあそうなんだ、言うよ。こんばんは、ハートありがとう、今日の予約、え、そうなの、そんなこと言うの、星ありがとう。忘年会ほぼ飲み会、飲み会ってさ楽しいものではないのか。やっとカメ知らないです。玉宮って読む、忘年会中心先を、あそうなんだ、おじさん飲み会つまらないんだ。ココハンは三角チョコパイも好きだけど、でもあのホルモン好きなんですよね。仕事が忙しくて部署の忘年会、そうなんだ、12月お店が混むから、あそうなんだね、忘年会は挨拶も、あそうなの、放課後この日本限定、あそうね、そうね、誰と行く、あーなるほどね、あそうなの、そんな番組があったんですか。あー勉強不足、ただいま間に合った、お疲れ様です。飲み会は無理やり飲ませるが嫌いです。そうなんだ、ドア系が一番、そうね、忘年会でちょっとだけ怒られるの、忘年会ってお疲れ様じゃないんですか。ごまんはごまんは、マキシマムザホールも何ですか、何ですか、大学の忘年会そんなのあるんですか。やおねは可愛いよね、わかるわかる、はなちゃんに会えるのもやっとがめない、え久しぶりって意味ですか。はなちゃん水筒とよ、どこの方便方言、ココハちゃん優しいです、こんにちは、はななん、はなの明日の忘年会来てくれ、行きたい、友達との飲み会楽しいけど、しょ、あそうなんだ、仕事なんだ、雪の結晶ありがとう。そうだ、緑の押し打ちはいたよね、今いなかった、お願いはブレイコーと言って上司に怒られる、あそうなんだ、雪の結晶ありがとう、なんとか行かずに脱出してきたから、あじゃあ花のところに来てくれたんだね、お花はんやっほー、俺の故郷福岡、あそうなんだ、ずっと会いたかったんよ、言ってあげるよ、お話し会でいらっしゃってますよね、サワーのお礼、なんかタワーがさ3個だったからちょっと字がちっちゃくなっちゃったんですけど、じゃーん、見てる、あとクリスマスのやつだったから、でもねそんなめっちゃ長文をあれなんですよ、タワーの数がなんかこの分で幅を取ったので、そう字がちっちゃくなっちゃったんですよね。はい、こちらお手紙見える、これお手紙、ロングトーク会もたくさん来てくれたし、ポストもいっぱい見てます、早くまた会いたいね、タワー3つかな、ありがとね、はい OK です。あとは猫耳小判が、でもなんか本当に猫耳小判はなかなか来ないですね。ありがとね、みんなさん、緑の押し打ちはありがとう。
次のカラオケの配信ではあれですね、何でしたっけ、優先権もありますので優先権はキョムヒヨコとアマビエもあるね。その髪が欲しいそうだよね、この髪がいいよね、それな、そうだよね、直接渡せないもんな。そうタワー、お手紙は1個のお礼なんで、そうだね、絵上手ですか、ありがとう。と全然いいよいいよいいよ、カラオ3000人達成の企画はカラオケ配信と、あとなんかダンスっていうのも言われてたので、そんなダンス上手じゃないけどダンスもいいよ。会いたかったんだおで十分会いたかったんやおでもいいんですか。スキムのスクショポストさせてもらいました、ありがとうございます、ポストしてくださって。1月ですね、ちょっと12月は忙しいと思うので、あのなんかカラオケの値段が結構したんですよね。そうです、ダンス見たいですか。3000人ありがとうございますね、本当に嬉しいです。コスプレ配信はね、あでも今度クリスマスにしますよ。結局さ、緑のさサンタさんなんかあんまり好きなのなかったんですよ。なのでそう、31日行くのでレスください。当たった、おめでとう、すごいすごい、フォロワー3000超えだ、ありがとうございます。ちょっと請求しない、請求しないですよ。ダンス見たい、ダンス見たい、そうそうそう、サンタコスはね、いやでも結局ね黒を買っちゃった。こんばんは、そうそうそう、悪いこと続いてた。12期ダンス配信していないです。そういえばじゃがりこ派遣、あ見ました、ポスト、大晦日全滅、あまた会おうね、黒に、そう黒にした、黒より需要ありますか、もう買ってた、そうもう買った。なんかさクリスマスまでに届かないやつもあるからさ、そうなの、あ緊急性公演来てくださいぜひ。じゃみかん食べるね、あれハナさお茶持ってきたと思ったんだけど、あー足つりそう、制服の目初日、まあ賞味あれですよ、配信あるのでね、きっときっと配信あるじゃないですか、劇場だったら。雪の消しありがとう、そう届かないと大変だから、顔も黄色くなりたくない。こんばんは、足を片付け、何あそういえばミカ入った時物部に寝てたありがとう制服の名車に違うねえ、それな劇場で会いたいね、劇場で会いたい。この時期になると岐阜では柿、あ柿ねめっちゃ朝ねママが出してくれる、席はどんだけ後ろでも見えるの大丈夫、でもまあ花のことが見えるかが問題ですね。雪の消しありがとう、昼夜ありね、それの平日しか行けないのでタイミングがあったらぜひぜひ来てください。あでも一押しっていうか推しさんたちを優先的にね、花はついでで大丈夫なので、キャン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 、あーはい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 、立ち見ても十分、いやわかんないよ、だって22人ですよね、それでだって私が後ろの方だったら顔が見えないかもしれないですよ。公演初日が終わってからね、最新確かにお見送りが、あ確かにお見送りあればね、そうだね、お見送りあってほしいね。うん、頑張るね、じゃあ制服の上で振ってもらえるように。
はよく見える20歳以下、うん、そうそうそう、見える位置にいたいですね。年には特会、公演、通称とかで会いたいね。大晦日は仕事だから配信もリアタイできない。年越しで赤い目しか、そうだね。それで、え、黄色と黄緑じゃないのお見送りはあるけど人数多いから、そうね、ゆうゆうとしようって。確かに確かに、いや、彼は優しいですね。でもありがとうね、楽しみ。じゃあカラオケ部屋、部屋からの配信ってこと？部屋からだと入ってないやつが多いからさ、だからカラオケの方が楽しいんだよね。トークイベじゃなくて公演なんだ。そうだね、そうそうそう。雪抜けしありがとう、雪抜けしありがとう。お花組ね、どんだけ、どうだろう、みんな当たってないかもしんないからね。制服の目公園で、え、花です、花です。手がいっぱいになりそうプレゼントありがとう怒られるんだね。制服の目なら黄色黄緑一択です。あの、制服の目ならってことですねうん、人数発表されてないね、まだ内緒ですね。雪の化粧ありがとう。カラオケルームは雰囲気が違うね。確かに雰囲気違うね。劇場公演は昔は配達、配達ありがとう、コールありがとうございますね。いや、ちょっとカラオケの店を変えます。ちょっとさすがにあれはうるさかった。ありがとう、絶対ともすからって、ありがとうね。ね、なんかさ、暗いとさ可愛く見えないわかる？ちょっと可愛く見えるじゃん。うん、お手紙抽選会、うん、いや、コールは花なんがいいです。めちゃめちゃ可愛かった。まあ、ちょっとよそ行きだったよね。はーちゃんいない公園で着る、そうだね。 NMB なんか昔履いてた、肩叩き、花もやりたいです明るくても可愛い、ほんと。でも暗いともっとなんか漏れて見えた。雪の化粧ありがとう、今日も可愛いね、ありがとう。んうん、暗いとちょっと可愛く見えてるね。ね、しかもさ、花もさ、いつもと違う感じで、違う感じのテイストの服とか着てたので、大人っぽかったでしょ。あの夜は知らない花なまあいつもすっぴんだからね、言いなり、あ、そういうことか、いつも花ちゃんって呼んでくれてるもんね。熊の吊り下げのやつありがとう、抜け抜けちゃんありがとうね。大人っぽかったよね、照明はいい意味で。それな、こんばんは、初めてですか、2度目か、ありがとうございます、ハートありがとう。ホールは花なん希望です。すっぴんも好き、まあさ、多分いつもすっぴんだからこそ、そういうなんか外にお出かけしに行った時が可愛く見えたりするんですよね、綺麗に見えたり、そういうことちゃう？あ、そうも、ありがとう。オープニングアクトで花壇コールしてました。ありがとうございます。ギャップだね、そうそう、ギャップ。めちゃくちゃ可愛い。ありがとう。ありがとうね。今日も可愛いね。ありがとう。そうそうそう。まあね、私は大人の女なので、そういうみんなをメロメロにさせちゃう術を持ってるんですよね。アウターが良かった、本当。実物は 1.3、 めっちゃ微妙な数字出してくるやつね。スピンハナちゃんが一番好きですか、ありがとうございます。ゆきゆきちゃんありがとうございます。スピンは絶対に嫌だってメンバーもいるけどね。確かに確かに、あ、まあそういう、まあまあね、はてなんで、まあ私は大人の女なのでごめんなさい、ちょっと調子乗ってますね。花壇コール大きかった？本当？嬉しい。なんか私はちょっと
でもいっぱいみんなが花なんて呼んでくれてるなとは思いました。花のためなら今日から弓のも花だ。ありがとうございます。みんなメロメロさせちゃうぞ。確かにそうだね。え、ちょっと待ってください。みんなハテナにならないでよ。ちょっと待って違うの、ちょっとふざけただけじゃんね。ねえ、ちょっとふざけただけですよ。花ちゃん、まだこじゃまとか言わないでよ。大人の花は大好物ですか。そう、大人になりたい年頃なんです。スピンオフストし怒られ、でもスピン大人になりたい、そうなの、本当にね。19歳って微妙じゃん。20歳だとさ完璧に大人って言えるけど、19歳ってちょっと微妙いよね。ふふふ、まぶちゃんだよ、隣の。それで次再来年ですよ。そうだよ、ロリコンなので。ロリコンなの。うん、スピン NG。 いや、花はもうちょっと大人になったらスピン NG になるかもしれないです。19歳はまだ少女かも。成人式は再来年です。24歳くらいに見えるよ。魔法の褒め言葉ですか。ほんね、わかんない、褒め言葉かな。花は別に何言われても嬉しいですね。好きですね。狭間がいいんですか。何も知らない。セルフナイト歌った大人といて今度歌おう。あれは大人の証なんですか、そういうこと。あ、ゆきぬけちゃんありがとうございます。やっぱ成人式とかやばいな。あつじぐ、そうね。スーサイド、いやー、なんか大人曲はね、どうだろうね。チッパ歌ったんでもう大人です。あつまやつございます。こんにちは、こんにちは。うん、ミッドナイト公演、うん、鼻がツヤツヤっていうのは何ですか。呼び名は花ちゃんコールで花なんでいい。あ、いいよいいよ。ユリコを敵に回して、え、どういうことどういうこと、私敵に回しました。曲好きなのに違う。まあそうですね、衣装が確かに印象に残りますよね。みかん食べてる、じゃあわぶちゃん、え、まあこっちはトナカイの喋りたい。トナカイね、確かに。31日の公演入ります。誰のサイリウムを振るんですか。ハートありがとう。ミッドナイトコーン、あ、そうなの？花なんにハマりたい的な、ハマってください。眠るのもありがとうございます。よいしょ。みかん、みかん美味しいよな。じゃがりこめっちゃ美味しかった。いや、わかります。あのじゃがりこマジで美味しいよね、本当に。変顔少しやめてくださいよ、ちょっと。今日はお揃いできない、あらら。突然が、いやー、たまに花の前に使ってくださいよ。ゆきのけちゃんありがとう。ゆきのけちゃんありがとう。変顔にスクショされてくる。やめてください。今日は歌うつもりはなかったですね。ガチャッピ。ポストしますか。
いや、こんばんは。あ、どうもありがとうございます。西田敏之さんのお菓子の好みとか見ると、花の味の好み渋いな。ほんと花ね。でもね、あのセブンイレブンのねビーフジャーキー大好きなんですよね。あの照り焼きの味がする。お話配信も楽しい、ありがとうございます。そう、照り焼きのねジャーキーがめっちゃ美味しいですよ。花って感じになってきたんでガチ恋かもしれないですジャーキー渋いの嘘でしょ。あのジャーキーはねマジで美味しいんですよ。なんか照り焼き風味みたいなののジャーキーはめっちゃ美味しいです。あとね、あと何でしょう、お菓子なんか海苔巻いてあるせん、なんかあの磯辺なんていうんですか、海苔巻いてあるさ長細いさあの茶色いせんべいみたいなあるじゃないですか。あれ大好きです。磯辺焼き。酒飲みにならないですよ。キュンキュンラブリン。そう、海苔巻き、そうそう海苔巻きあられ大好きだし、あと何でしょうね、あ、ちょっとおしゃれなので言うと、なんかアーモンドにさ、アーモンドになんかさ、アーモンドとかカシューナッツとかにさ、なんか蜂蜜みたいな味ついてるやつあるじゃん。あれめっちゃ美味しい。味好み、そう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 。渋いか、本当に。あ、でもね、あれ濡れせんべいがめっちゃ好き。あのさ、濡れせんべいって美味しくない？何？なんかでもね、ココハンに、ココハンと話してて、花がなんか濡れせんべい食べてたの。そしたらなんかココハンが、え、それ濡れおかきって言ってきて、あ、濡れせんべいだけど濡れおかきも美味しいよねって言ったら、なんか、いや濡れおかきじゃないとダメだからって言ってた。濡れせんべいだとダメだからって言われた。私は濡れせんべいの方が好きなの。そうで、なんかこの間ね、なんかみんなでスナック菓子に例えたら何でしょうみたいな感じの話をしてて、みんなっていうかさつきちとハナとココハンとさやちゃんで4人で喋ってて、なんかケーキで何が何っぽいかみたいなのとか話しててさ、まあ、さつきちゃんケーキで言ったらさ圧倒的ショートケーキじゃない？で、まあ実際なんか何が好きそうみたいな感じの話だったんだけど、圧倒的にショートケーキですよね。ココハンはなんかモンブランとかそっち系っぽくないって思って。雪の結晶ありがとう。濡れかき、あ、そうなんだ。濡れせんべいとおかきの違う、おかきかせんべいかです。平べったいか丸いやつか。ココハちゃんとコンビは決まってない。みんななんかある？そうで、なんかさやちゃんはなんかケーキじゃないけどチョコテリーヌみたいなチョコテリーヌみたいじゃない？花おはぎ花なんて言われたかな、なんて言われたんだろう。いや、テリーヌって美味しいじゃん、私作ったことあるんだって。さやちゃん、そう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 、テリーヌな感じするんだって。さやちゃんは、花なんて言われたかな、忘れちゃった。わかるでしょ、花チーズケーキとか言われたかな、何だろうな。何だったかな、わ、シュークリームとか言われた気がする。いや、わかんないわかんない、美味しいよね。テリーヌってなんかね、あれよ、なんかなんていうの、なんかテリーヌはあれじゃん、結構なんか、あ、花はなんかイチゴのムースみたいなって言われたテリーヌはなんか生チョコのケーキみたいな感じだよね、確か。なんかそんな感じ。そう、花栗きんとん違うよ。でも実際に好きなケーキが合ってたのはさつきちだけだった。さつきちはショートケーキって言ってたけど、
あのね、さやちゃんはいちごが乗ったケーキって言ってたし、ココハンはガトーショコラって言ってたし、花はタルトが好きなの。しかも私一回ね、イチジクのタルトを食べたんだけど、それが忘れられなくてですね、イチジクのケーキが大好きです。イチジクのタルトが。さつきちゃん、さつきじ、そう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 、花の甘さ、嘘、和で来るならみたらし、マジ。さやちゃん一応ね、それな、こっちゃママがこんばんは。そうそうそう、花イチジクが好きでね。そうなので、あとなんかスナック菓子に例えようとかいう話もしてて、さつきちはなんかさつきちがコンポタージュっぽいみたいな、なんかそういう感じえ、なんか肌和菓子になってる。いや美味しいよね、わかるよ。こそう、何が、そう、なんか花なんだっけ、なんかスナック菓子何っぽいかみたいな感じの話になって、あ、プレゼントありがとう。じゃあなんかさ、コンポタージュってお菓子知らない？なんかこういう、なんかこういうさ、こういう感じのスナック菓子なんて言ってたかな。でも何が好きそうなの。え、でも今思うとサツキチベビースターっぽいな。花のうまい棒でいい、うまい棒じゃない、うまい棒じゃない、そう、カールみたいな、そう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 、クルトンじゃないです、違います違います、コンポタージュってお菓子。そう、花は、花はね、何が好きかな。花はね、お菓子、え、でもね、あのその時はプリッツって言ったんですよ。だけど今思ったら花はカニチップスが好きなの。カニチップス好きだし、花ね、ポタポタって言われたの、ポタポタ焼きって言われたの絶対擬音で考えたやんポタポタしてるからやんって思ってカールね、全然食べてないわ最近。そう、花カニチップスがめっちゃ好きなの。うまい棒好きそうですよねって言われたの。うまい棒美味しいよね。でもこの間シュガーラスク味みたいに食べて美味しかった。わかる？ただポタポタ焼きっぽいですか？ポタポタ焼き好きっぽい？そう、ポタポタ焼きって言われた。なんだろうな、誰か言ってたかな、何やったかな。でもさやちゃんはあんまりね食べないって言ってたよ。シュガラスカージ邪道なの。そう、とあるポテチブスくらいの中の半分以下。そうなの。え、でもね、あってね、片焼きも好き、片、あ、違う、片揚げポテト、ブラックペッパー味です。ばあちゃん家に必ずあるえ、でも美味しいよね。花はあの雪の宿が好きだったな。モナカ？モナカって何？ポテチ一袋はさすがに食べないですよ。片揚げうまいよね、わかる。ギザギザポテトそんな食べないな。屋台にありそうなシリーズで例えると、ココハは、お好み焼きプレゼントありがとう。ブラックペッパーですね。それな、ポテチ系食べない。曲がりせんべい美味しいよね。雪の結晶じゃない、雪の宿です。広島、そう、広島だけに。そう、味調べも美味しいよね、わかる。お好み焼き、雪の結晶ありがとう。そう、広島風お好み焼き。さえちゃんは、難しい。さえちゃん、さえちゃんお祭りなさそうだもんだって。あ、ベビーカステラかな。いや、でもベビーカステラさつきちだな。リンゴ飴っぽい花嬉しい。ほっぺがいつも赤いからですか。ハートありがとう。焼きもみじ美味しいよ、めっちゃ。ハートありがとう。え、でもね、なんだろう、
さえちゃんチョコバ、確かにチョコバナナっぽいかも。あでもさつきちいちご飴とかありそうだな。うなぎパイは誰、うなぎパイ、うなぎパイわかんないですよ。ゆきりくちゃんありがとう。ソースせんべい、何それ。ベビーカステラ、ベビーカステラめっちゃ美味しいよな。うわー、わたがし、うわ、サータン、サータンが何ですか。うなぎパイ、チョコバナナ、うん、リンゴ飴はすっかりココミ、確かにココミ。水飴って食べたことないんだけど、ソースせんべい知らないです。あでも花あれ好きだな、玉せん。あそうそうそう、名古屋、名古屋かわかんないけど、そうもありがとうございます。ベビーカステラね食べるよ。ベビーカステラお家に作る機会もある。夜のお菓子うなぎパイ、えうなぎパイって普通の、えピーナッツ、何それ。たませんね、お家で作るくらい好きです。お家で自分で作るよ、あのでっかいエビせん大好きだから。うなぎパイって名古屋なの、静岡じゃなくて。そう、お家にね、お家でなんかベビーカステラメーカーみたいなのがあるので、ベビーカステラ作ります。屋台のたません美味しい、しかもそうですよ、ベビーカス、ベビーカスとか言っちゃってそうだよね、静岡のお菓子だよね。ね、そうだよね、家で、うん、名義で売ってんだ、そうなんだ。そう、ホットプレートみたいなやつで、なんかホットケーキミックスを作って普通に型に流し込んでこう閉じてみたいなやつ。玉せん50円、安、たこ焼き器じゃない、ベビーカステラ作るやつがある。玉せんは普通になんかさ、あれですよね、卵、薄焼き卵作って乗せて鰹節かけてビビビビってソースかけて折りたたんでビビューパーできる。家でポップコーン、あ作ったことあるかも、作る機会ある気がする。ソースせんべいは薄いせんべいにソース、あそう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 、あそうなんだ、えそうなの、ベビーパーできる、あんまきね、美味しいよね。こんばんは、ホットサンドメーカーは持ってないですけど、やっぱりたい焼き、大判焼き、あーたい焼きは好きだな、大判焼きはあんまり好きじゃない、何の違いって感じだけど。そう、岐阜は何でもあります。もつし醤油のハナハナしかかたん岐阜は何でもあります。ご飯お好み焼き、えそれな、あのね、この今日なんか、え今度うちおいでよって言って、一緒になんかホットプレートとかあるしって言ってたら、えココハがお好み焼き作ってあげようかって言われた。今川焼きとも言うかも。今日来る、あ見ました、違いわかんない。12期でたっぽ、えやりたいね、大判焼きはあんこが好き、あなるほどね、定期の中身はあんこです。千日前はな、何どこどこ、あつおまありがとうございます。ちっぽ、ベビーカステラって言った、プロっぽいね、はぁ、あ、よく、いやそんなしないです。こそう、ご飯どうやられたやん、木金雪降るの嫌なんだけど、明日は水曜日、明日お友達とお出かけする予定あるからセーフ。カスタードあんまり好きじゃないですね。ベビーカステラ食べるならクマちゃん、寒すぎて、それな、お弁当ね、うん、ママが作ってくれてます。いつものスニーカーを、たこ焼き屋さん、かゆ、ほうば味噌いいですね。うわ、もうお弁当更新された。食の趣味に、あ、ほんと？
でもね、たい焼きのね、期間限定とかはすごく食べたくなるんですよね。お弁当箱ちっちゃくないよ。めっちゃモーメント更新される。ゴザソウロ、何ゴザソウロって、こんにちは、なの。そうそう、え、生クリームも好きじゃないです。今日大丈夫だよ。たい焼きは頭から食べます。みんなどっち？飲みの方もありがとうございます。あら、別に大食いじゃないよ。冷凍のたい焼きも美味しい。食べたことない。頭だよね。チーズ入りたい焼き食べたことないな。大判焼きの店、あ、そうなんだ。お腹から食べるの？背びれから？頭だよね。あ、たこ焼きはソースです、圧倒的。でもたまに醤油食べる。なんか友達のバイト先に行って残ってた方をもらうんだけど、大体ソースが残ってるんだけど、醤油が残ってたらラッキーって食べます。尻尾ですか？たい焼きは3枚におろしてから、どうやってどうやって。100円たい焼き美味しそう。いやでもね、醤油もね好きよ。尻尾から食べるの？マジ？サータの配信見てないです、今日。なんか私は尻尾のカリカリが好きだから頭から食べるの。あんこのマヨネーズ、あ、たこ焼きつけます。青のりはつけない。でもかつお節大好きだから、かつお節めっちゃ食べたい。あ、半分に割って、なるほどね。ね、羽根付きのたい焼きね、切って刺身、あららら。銀だこ、銀だこはね普通にソース食べますね、一般のやつ。でもネギが乗ってるやつも美味しい。銀だこじゃないよ。でも友達のバイト先は尻尾のカリカリね、だよね。そう、好きなのは後に食べます。だからそう、サラの話面白いね。そうだね、後に。そうなんだよね。だからなんか花本当にそうなの、最後に取っておく。白いたい焼きね、もちもちしてるやつでしょ。だからね、例えばケーキにイチゴが乗ってたりしたら、イチゴは最後に残します。ん、赤し、わかんない、それ。尻尾が最後。あ、そうね、確かに。あーちゃんが食べる前、おいらでクロワッサンたい焼き食べたことあります。こんばんは。はな、なん食べるの遅そう。いや、ハナ食べるの早いと思うよ。ゆきのけし、ありがとう。え、なに、赤し、赤石、赤し焼き。あ、どうもありがとうございます。共感できるの嬉しい。尻尾までしっかりあんが入、なるほどね。え、じゃあ入ってなかったら寂しいじゃん。キンキューナムリーン、左方赤いね、書いちゃった。いちご最初、赤し焼き、赤し焼きってどういうやつ。こんにちは、なの。邪魔？いちごが？美味しいじゃん。あーちゃん噛まずに。まあそういう感じか。でもそんでもないかも。噛むけど食べるの早いよ。多分ね、あのね、一口がでかいんだよね。ゆきのけしありがとう。卵焼き？明石焼き？にしたし、え、食べたことない、食べたことないです。あの、え、食べたことない。美味しそう。でもさえちゃんと、え、わかんない、さえちゃん食べるの遅いのかな。あ、でも確かにゆっくりそうだよね、そのイメージはわかる。大阪か、大阪のたこ焼きあんまり食べたことないですよ。卵多めで出し、あ、そうなんだ。大阪行ったら食べよう。じゃあ、あ、大阪行きたいよ。もう大阪行きたいですよ。明石焼き美味しいの、いいな。絶対で待ってます食べたいね。何？
明日兵庫、そう、多分花の、あ、そうなの、花でも出汁の味好きだからわかんないや。ユニバも行きたいです、めっちゃ行きたい。大塚の握手会来てください。ユニバ行きたい、めっちゃもう行きたいです。ドンキーコングできたら早く行きたいです。倉本家のお雑煮、お雑煮、お雑煮ってあれですよね、正月のやつですよね。普通にお出汁に小松菜とお餅とかまぼこが入ってる、異国情緒が味わえる。確かに。ハゾーマ、ありがとうございます。岐阜は四角いお餅です。メンバーだねが、あ、確かに関西でやりたいですね。無限列車今そうなの、あらなすき焼き食べ、あ、食べさせたいです。うん、ありがとね、こちらこそ。はななんの大好きな、そうです、お出汁、そうそうそう。こんにちは、はななん、職員さんありがとうございます。名古屋風、何シンプルな、そうそうそう。お餅苦手なの、マジ。煉獄さんね、めっちゃ泣けたよね、あれ2回ぐらい見ました、映画は。 DVD も持ってる。最近感性は絶不足ね。そうだね、無限列車めっちゃいいな。さあ、私、そうだね。お茶焼いて入れる。焼いて入れる。おでんにたこ焼き入れれば。え、でも別で食べたいかも。普通で食べ、花ね、たこ焼きカリカリしてるやつが好きなんですよ。正月のお餅はめちゃめちゃ食べますよ。朝2個食べて、って感じ。飲むのもありがとう。卵焼きという、そうなんだ。あ、雪の結晶いっぱいありがとう。え、こんなにいっぱいありがとう、雪の結晶。いっぱいありがとう、雪。雪降らしてくれてありがとう。お、雪ありがとう。え、そうそう、正月制服の目があるので、ちょっと今年は控えなければと思ってます。喉止まらせないで。ネギだくたこ焼き、ネギいっぱい美味しいよね。おいおいおいは、ご雑煮、醤油ベースのつゆに椎茸とか、美味しそう。うちの雑煮はトビウオの出汁で、丸餅やブリや大根、めっちゃ美味しそうじゃん。はあちゃん、箱根駅で見て、見ないですね、いつも。煉獄さんについて感じるから、語りましょう、煉獄さん。煉獄京次郎について、お腹出る衣装多いですね。それな、お餅は何つけて食べるのが好き？きなこか、お醤油と砂糖のやつです。砂糖醤油ですかね、王道です。おしるこも好き。おしるこはね、美味しいよね。大根おろし食べたことないな。サータに年賀状書かない、え、わかんないんです。お正月はダラダラして過ごしてます。制服の目で、いやだ、見ないでよ。西の方の人は箱根駅で見ないかな。あのね、おばあちゃんは見てるよ。眠す、ちょっと眠い。お雑煮以外だと砂糖醤油、ね、お雑煮がね、結局一番美味しいんですよね。前菜も好きです。今の子で年賀状かか、確かに、まあ LINE とかありますもんね。長野の里は幼稚園の頃にありますね。砂糖醤油で海苔巻くの、わかる、美味しいよね。鏡餅焼いて食べたら、そうなの、どうやって食べるのあれは。初詣は家族と行きます。こんばんは、お正月絶対太ります。それな、二度目のほうもありがとうございます。年賀状一枚も出して、でもね、うちも出してないから今年わかんないけどね。おできのバッコが、え、そうなんだ、すごい。どうもありがとうございます。二度目の方もありがとうございます。こんにちは、ナナン、初見さんありがとうございますね。印刷ね、木曽川、木曽さん、木曽、何、イルミネーション、いいね。餅つきしたことは幼稚園の時にある。年々帰ってくる数が減って、確かに。パソコン壊れてデータ飛んだから住所登録、あらら、来年の初詣はサータンと言ってあげて。なんでなんでなんで、サラが行きたがってるの。
基礎酸腺抗炎って言うんだ。そうなんだ。発音ありがとう。お茶。イルミネーション行ってないな。突然来なくなる。確かに年賀状ね、基礎花もね、来たら返すって感じかも。基礎参戦公演。お正月花ちゃんも焼き餅？焼くとどっちだと思う？お餅は焼きますよ。学校まだあります。アスタジングどうすかの？混みそうだね。ハートありがとう。もう寝ようかな。じゃあ45分になったら寝ましょう。稲葉神社。これは読めます。燃えすぎじゃないです、今日は。さあさあさあ、それでは。じゃあ、男女読もうかな。13位は？今から3時間。大変じゃん、めっちゃ早起きじゃん。週末まで頑張りましょうね。さあ13位はパンダ、ありがとう。11位は違う、12位はこれは何ですか。ちょっと待ってね。え、これは何。12位、ギターと女の子、ありがとう。11位は可愛い猫ちゃん、ありがとう。10位は女の子、アイドルの女の子みたいですね、ありがとう。9位はマイメロちゃん、ありがとう。8位は雪だるま、ありがとう。7位はテニスボール、ありがとう。たこ焼き犬6位たこ焼き犬、ありがとう。5位、かわいいクロミちゃん、ありがとう。4位、緑のおじうちは、ありがとう。3位、カニラスカル、ありがとう。2位、キョムヒヨコ、ありがとう。1位はアマビエです、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとう、見てくれて。今日もこんにちは、ナナ。それでは皆様、いい夢を見ましょう。全然いいですよ、ポストとか時間があるときに。ありがとね、みんな。メール返信待ってるよ。メール配信返信待ってるし、ポストもちょっと待ってます。エゴサするので花が夢に出てくる魔法をかけますね。花が夢に出てきます、これで。じゃあ、おやすみなさい、皆さん。かゆいところに手が届く花が。たまにはいいねしてね。どうだろう、するかな。しないです。雪の結晶ありがとう。してもね、てかツイッターな。バイバイ、みんなさん。背中かゆくないよ。おやすみ、みんな。明日は花かわいくするから、もしかしたら夜かわいいのを見てほしくて配信するかも。またな、おやすみ、おやぷに。またな、バイバーイ、おやすみ。ありがとう、今日も可愛いね。おやすみね、みんな。バイバイ。バイバーイ。